きます。せーの、あーせーの、みなさんこんばんは、むけいのです。とせーの、すーれー。どうも、アリシャンです。どうも、まいなです。どうも、サオリンです。イエーイ、お願いします。2回目のヘラヘラさんのコラボです。お久しぶりです。はい、夏祭りっていうことですね。そうですね、よろしくお願いします。お願いします。今日はカラオケで1枚企画。おずっと2人でやりたくて。いいの逆に。そうだよ、なんか2人だと絶対食べきれないから、コラボでやりたくて。なるほどね。5人だったらいけるから。余裕だよ。まだ行くのもね、食事になるから。食べましょう。じゃあ乾杯いきましょう。じゃあマリナさんお願いします。口でいいの？あ、ぜひ。いいですか？お願いします。右手にグラスで、はい、左手にここので、はい、心配心配。食べるか心配。ローストビーフ。うわ、じゃあ回すんで。うまい。一枚超えてればいいんだもん。あ、全然全然。食べきればそれではもういい。自由で。食事じゃん。いいよそんなの。いい食事をしてる。余裕のよっちゃん。え、怖い。余裕のよっちゃんだから。ちょっとこれ。二人とも知らない。余裕のよっちゃん。言います。言うよ。余裕のよっちゃん。あ、わかります。マジで？言いますよ。あ、マジでデジマ。マジでデジマ。マジでマスヤス。それやばい。久しぶりに聞いたし、うちも聞いたよ、久しぶりに。いや、マジで、マジで、やばいね。めっちゃ顔が。はい、うん、うわ、パスタです。やば、うわ、これ絶対うまいです。これはマリナちゃんにくれて、細胞の全部揃った。うわ、これ食べきったらもう1万円。あれはこれってさ、ぶっちゃけなんか苦しみながら食べるのがさ、この企画なんじゃない？そうだよね。だよね。なんか美味しく食べちゃって。美味しく苦しまないで有名なので。はい、楽してやるって。あの、食べきらないんですよ、いつも。正直で楽しいよ。一番一角もディズニーとかしかやらないんですよ。あー、出方がいいからね。無理しない方がいい。だからこれも全然もう美味しく食べきってもらって。じゃあ、キョウさんは結構甘やかしてくれるんだ。あ、そうです。むしろ苦しまないでっていう。だから、体張った時に本当にすごい。テレネラの時なってたよ。カホホカホホ、ありがたい。そうだよ、カホホなんだね。ウクエダファンね、結構カホホめちゃめちゃいいじゃん。うちらが楽したら怒られるよね。うまい楽しそう。うちらいつもが緩いから。それがいいのかもね。得してるかもしれないね。本当だよね。無理させよ。でもだからちょっとやりたい気持ちはあるから、他の人のチャンネルでちょっとやってもらって。うちらのチャンネル無理させよ。無理してみたい。うちらのチャンネルで無理してみたい。でもマジで先に言っといていい、視聴者さん、次のうちらのコラボする動画のやつ無理させますからね。無理というか楽しく無理させる。めっちゃ楽しく。多分慣れてないから無理しちゃうと思う。だって何するかあんま詳しくなっちゃうからね。なんかサパーっていう、知ってる？サパー。初めて聞いたんですよ。いいね、いいね。サパーっていう、なんかなんていうの、あれ、何、なんかあの賑やかし屋さん。パフォーマー、パフォーマーがいて、エンタ、あ、うちらと似てんの。エンターテインメント。あ、そう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 。エンタメ、エンタメ、エンタメ、エンタメの作りでは一緒だから。じゃあって思ってた。そう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 。一回ホスト行きたいみたいな話しなかった。そう、最初ね、ホストの予定だったんだけど、あなたたちはまだホストは早い。ああ、まだひよこちゃん。ひよこちゃんって、一応段階がある。段階が。やっぱ突然ね、高い段階に行ったら。確かに、体悪くしちゃうから。不安、うちらもちょっと最終的にあのゴキブリ食べるっていうんだけど、なんで、どうですか。この子が最終形態なんだけど、最終的にゴキブリ食べたんですよ。だよね、しかも痛いし。食べれるやつだけど、どんな感じ。なんかカニっぽいよね。カニ、やべえ、まくってんじゃん。なんかさ、この間さ、ふくれだのチャンネルかなに、で見て、その動画の中で、食べ物に例えるみたいなやつをやってて。何を？ふくれながカルピス、飲み物に例えるなら、みたいな。トーワが、ドクターペッパー。ドクターペッパー。なんだこれ、ファンタオレンジ。ファンタオレンジ、あの、元気。あらー、うちらだったら。例えば、うわー、え、でももう、テキーラなんだもんな。あー、まあ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 、じゃあ、1800ですよ。1800? で、僕ちゃん、ミルクティーって感じ。あー、いいですか、そんな。リプトン、リプトン。ライボスティーとかもありですよ。あ、ライボスティー。あ、ちょっと、うまいのが、何がうまいかって、そこら辺になさそうな、そういうの思い浮かぶ。そこみたいな。じゃ、ルイボス1800。一人だけなんかもう。色に引っ張られちゃう。レモンスカッシュとかいっちゃう。オロナミッシュ、オロナミッシュ、オロナミッシュ、オロナミッシュ。マリナはそうだよね。あ、イチゴミルクか。そう、マリナ引っ張られてるな。いや、チョコラ BB でしょ。やってたよ。あ、そっちですか。チョコラ BB のあのグレープフルーツ味みたいな。確かに、なんかそんな感じするかも。確かに。なんかミンミンだ。ミンミンだ。黒
私アリシャさんに LINE までしたんですけど、あの彼氏とかスキピの前で、うん、おならとかをできないみたいな、うん、で大体言う話になって、でも私がもう全くそれ一緒で、うん、しかもただその好きな人とかの前だけでできないわけじゃなくて、人前でまずしないみたいな。アリシャさんも言ってて、そうもう全く同じすぎて、え、どうどうどう、どっち私は、あの彼氏の前では我慢します。ああ友達の前ではします。ああ我慢します。どんな風に？セクハラをどんな風にする？どんな風にする？最悪最悪。別にしようと思ってするってよりかは出ちゃう。ああ出ちゃうんだ。出ちゃう。出ちゃう。やめろやだ自分が。やめろ。だからそれこそフレナとかトーアはゲップとかもすごい。するね。二人とかと一緒にいる時にエナピーマジでしないよねみたいな感じ言われて、本当に人前でできないんだよねみたいな話。そうなんだよね。家族の前でも。でもしない。家族の前でします。家族の前ではする。あ、家族の前ではあんましない。なんで？え？恥ずかしい。どこでしてんの？トイレ。はい、逆に。じゃあ、好きな男がしたら。だから、ちょっと、あって思うんですよ。え？鳴らした？ああ、ちょっと嫌な方。嫌ではないですけど。わかる。衝撃受けるの。あ、するんだ、なんだけど、なんかそれをめっちゃ面白くしてくれたら OK。ああ、そうです。あ、出てもうたみたいな感じでとか、ノリにできる人。そう、なんかノリにできる人。あーちょっと待って、いや、ダメだ。でもお酒の場とかでもそのアルコールってその炭酸が入ってるから、もう出ちゃうじゃないですか。こう、そういう時をバーってやってます。え、すごい、普通にするよね。普通にする。それは男の人がいたのですか？うん、好きな人までしないしない、さすがに。あ、でも我慢もできるから、音の調節ができるから、ボイスパーカッション、ボイスパーと一緒だから、ゲップは。ゲップしたままボイパーしちゃうから。OK、そうだ、OK だ。あっ、そうだ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 、無人島でうちら。そうだよ。ああ、そっか。で、無人島とか行ったの。いや、行ったよ、ちょっと行きたいですよ。いや、軽い気持ちで言った。あ、やばい、あ、やばいよ。やばいですか。夏の無人島やばい。夏の無人島くらい。バカンスと思っちゃってる。3日、3日やばほう。え、これなんか持ってきていいんですか。水はもちろん中やばいから、水と、でも食材は釣って、あ、そう、釣って、あ、塩とか、塩とか味付けは持ってってるけど、他は火とかも持ち、火も自分、火がやばいね。火がやばい。でもうちら起こせるようになったすぐ。もう起こせる。2年目なんで。そう、でも本当に生きる力がつくよ、マジで。確かにそんなに超えたら何でもできる気がする。そう、なんか YouTube でも何でもさらけ出せる気がする。そうそうそう。ちょっとあのさ、あれしょ、コンセプト変わってるでしょ。写真撮ってからさ、急にさ、全然化粧とか試合出てくるなんて。なんかやるね。そう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 、めっちゃガングロ、そう、黒くなっちゃって。ガリガリなんでしょ、なんかガリガリで海辺でヨガしてる。ガリガリで人生変わりすぎ、人生変わりすぎ、目覚めちゃう、めっちゃギャルだったのに、いきなりなんか島とかで暗いって、オーガニックとかやっちゃったりして、でもうあのブラジャーつけない、アイソールみたいな衣装、なんかわかる、ペターン、ノンブラのまとめてね、そう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 、これ食べきったらもうガラ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 、急にもこれ食べきったらもう一回足す。まあでもこれできえな、食べちゃいましょう。かけていいですか。はい、お願いします。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアン、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。8月生まれの人、9月生まれ、はい。じゃあ、アリさん、じゃあ、全部、じゃあ、全部、今、ムクエナ登録者数50万人いったか。はい、ね、おめでとう。ありがとう。50万円だよ。これ、おめでとう。じゃあ、全部。でもさ、この間、また、2、30万。あ、私、前回コラボした時が30万って。だよね、だよね。めっちゃ早いなと思って。じゃあ、この動画出るときにはもう70万人くらい。連鎖が急にできたくなかった。でも本当にあのそれこそ女祭りとかでもめっちゃ増えたし、やっぱスカイピーさんが呼んでくれて、次に呼んでくれたのが初めてがヘラヘラさんだったんで。そうなんだ。多分なんか今ちょっとスカイピーさん話は聞いてない。あるじゃない。あるじゃない。あるじゃない。今ジンタのスカイピースのね。
ブランドのやつ。そう。全然全然全然。で、声かけにくい、なんかかけるのがあって言ってたよね、なんか。そうなんですよ。いけないみたいな。未だにまだ自分たちから声かけたコラボなくて。え、気になった YouTuber さん、DM? ね、DM 絶対しない。しないね。でも逆に自分たちだけでさ、まず2、30万人まで行ったっていうのがマジですごい。確かにすごいよね。でもやっぱ人の力借りてると、早いなって思うよね。やっぱ借りることも大事だから。ぐちゃぐちゃじゃねえか。ぐちゃぐちゃ。あ、聞いてくれてありがとう。ありがとう。自分の側に聞いてくれてありがとう。ぐちゃぐちゃじゃねえか。こんな感じだっけ？こんなぐちゃぐちゃになるっけ？美味しいから。美味しそう。すごい生クリーム。いただきます。いただきます。うま。やっぱうまい。うまい。うま。これチョコつけて食ったらもっとうまいらしいよ。なんか今ちょっともうごちそうさまにしようとしてましたよね。あー美味しかったみたいな感じで。うまっ。もう僕食べないよ。楽勝じゃん。いや本当にただの食事。うん、いただきますよ、このチョコレートタッチ。あ、豪快に。こっちから見えてるね。こうやって。まず出す。でも本当、あと、これ。いけるいける。ゴキブリ食ったな。こっちのゴキブリどっちが欲しい？こっちだろ。おーうーイカスーこれで、はい、完食です。1万円達成です。ごちそうさまでした。簡単でした。簡単でした。ただ食事。ヘラヘラさんの方ではね、さっきも言ったんですけど、はい、とある大人の遊びを教えていただきたいということで、ごめんなさい、もう二度と今までの報えな見れなくなっちゃいます。今日でもさらばです。ごめんなさい、視聴者の皆さん。みよさんです。それは概要欄に貼っておくので、絶対チェックしてください。はい、せーの、おやすみ。絶対そんな